俺はスイノコさんにアドバイスをもらってきたよ。じゃあ勝ったな。じゃあなんちゃん、俺にアイアンマンをやった方がいいっていう説得力に欠けるな。待ってください。ちょっと、マジか。ドラマいいっすか、自分最高。うわぁ、いやまあでも俺の、何ディディ使ってるの。使ってるよ。リサーチ通りだ。でもこのヨッシーからのしずる村人っていう順番、うん、いやいやいや、リサーチ通り。真面目に行かせてもらう。いやこれはここでね、ゼロサムとか来ちゃったらちょっと厳しかったけど、ゼロサムさ、でもさ、うん、最後の2体に出しとかないと、取っとかないと終わるような気がしてさ、うん、なるほどね。このヨッシーに勝つキャラをね、俺は考えてきた。それで、じゃあかぶせのディディ。そう、ヨッシーはかってのディディだから。これちょっと今のところかなりその作戦が刺さってるように。いや、ちょっとやめてください。いや、ディディ時間かかりそうだな。最近ね、ティンクルさんもタミスマかなり成績残してますから。そうね、 3-on-3 でもなんか大暴れしたらしいじゃないですか。モンスター相手やばかったよな。そうそう、なんか雰囲気怪しくなってきた。危ねえ。大丈夫っす、これは。そうね、今の受け身読みだったな。俺も今日ロンさんの動画見てきたんで。いやー、俺はスイノコさんにアドバイスをもらってきたよ。じゃあ勝ったな。差が生じてる今。うわー。違うのよ。おっ、やだー。いやー、イエーイ。あー、やるよね。うわ、ウエスマだわ。いいっすか、ちょっとさん、いいんすか。それ届かないっす。助けてください。ちょっと待って。武器阻止感じるな。やばいやばい。さんといえば武器阻止だからね。そうよ。はい。あー、ちょっと違うわ今は。えっ、本当にやばい。それはぶねえ。あっ、よしよしよし。ここで勝つのよ。1試合目が一番大事だから。そうね。いや、うまいな。ありがとう。よし、ちょっと思ったよりやる。そうだよ。やだ。リリーはアイアンマン苦戦したことないの？ディディはね、俺個人配信の方でね、10連勝ぐらいしたことある。ビップ。すごい。すごい噛み合って。これで俺の中で口ブーム。なるほどね。お、やばい。お。はい。やばい。ちょっと。もうこれなんちゃん、クイズ負けてるからもう後がないから、ね。はい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 、軽い軽い。ん？危ねえ。なんか違うけどいい。じゃあなんちゃん、俺にアイアンマンをやった方がいいっていう説得力に欠けるな。待ってください。よし、大丈夫大丈夫大丈夫。あー、ごめん、なっちゃう。1-0な、1-0。じゃ村人なしでやってあげるよ。いや、うるさい、出せ。村人なしでやってあげるよ。黙れ、出せ。このキャラにはこっちって。うん。あー。いや、違う。なんさん。あー。キプさんにはね、お礼を返さないといけないから。アイアンマンの時、俺がしずえで沼ってた時、
アドバイスをくれた俺をね。あったね、そんなこともね。やばいよ。やばいやばい、雲行き。いいんですか？大丈夫、死ななきゃいい。あ、死ぬ死ぬ。いやちょっと雲行きか、これは。なるほど。なるほど。なるほどね。あー怖い。怖いか。怖い。俺が受けた怖さはこんなもんじゃねえぞ。だが。だが何。わからん。あー、え、危ねえ。あ、うまい。ばっか。ちょっと。わー、うまそう。来ないじゃないか。やだ。ああ、はいはい、これはまずいよ。ああ、うまい。ありがとうございます。なんちゃゼロサム使ってんの？ゼロサムは最近また使い出した。なんかもうゼロサム使いたい欲に勝てなくて。うん。アイアンマン。やってたんだけど、そう、アイアンマンの用のキャラの練習してるのばっかり見るから。大丈夫。あいいよ。なんかね、結構オンラインがゼロさん難しくて、あんまり配信で使う気が起きないんです、うん、むずそう。だから配信では映んないかも、そこまで影でね、オフでね。そうそう、オフできるからそっちの方で。あ、何これ。ジャンプした、ジャンプした。ありがとうございます。これでかいぞ。うん、ああ、いったろ今。敵対抗。わあ、これ心に来るメスマだ。わかる。ゼロサムにストック取られた後、クエヌウエスマとか食らうと、もう俺、うん、これはもうってなる。いや、わからん。間に合ってねえ。あ、頼む。ねえ。ごめんね。回避するか、そこ。やばい。いやー、そう、これね。アドバイスもらいはしたものの、全く使えなかった技。そうそう、あれね、強いんだけどね。打ちどころがマジでイメージできん。お、嘘でしょ、まさか。あ、強い。危な。ほい。いやー。危ない。なにこれ。やだ、ごめん。倒したいよ。 ありがとうございます。飛ぶねどうする、なんちゃん、村人あり。あ、え、絶対ありだよ。何言ってんの、村人あるよ、あるあり。いや、これだな、これでいくわ。下り火はやばいだろ。下り火は相性が。おお。これよ、懐かしいじゃない。よろしくお願いします。思い出すな。慣れ初め。あの頃はなかったポケスタ。本当だ。あるよね、前作使ってればある程度動きそうだよね。コンボルート違うのがめんどくさいけど。うん。いよいよ。マリオね、なんかね、スマブラ上手い人誰でも使えるんですよ、これ。原作シュートにマリオミラー、
10連敗ぐらいしたことある、うん、俺メインだったのに。シュートはまあまあそっか、ちょっと相手が悪いか。うん、しょうがなし、しょうがなし、やばい、いや、あー、あざっす。なるほどね、熟練の熟練の復帰阻止ね、これが、うん、うわっ、なるほど、大丈夫です、これは。うわっ死んだぞ、チカチの拳で。こういうキャラ使うと、つかみうまいのも思い出すな。ゼロサムだと捕まれないから。あー、ゼロサムといえばつかみだった、そういえば。ゼロサムにもね、捕まないと。あー、これよしよしよし、いや、硬い。だってね、2-0 で終わるのとね、ちょっと3戦目したい気持ちと。だね、ダメですね、勝っちゃうな、ただ。いやー、ちょっとやばいっすよ、これ。あこれ、決めビッタ。おいしい。ごめんなさい。広島で戦ったランチャーのはもうちょっと強かったな。ああ、そんな上スマ踏んなかったな。これがメインじゃないマリオの話を作ってよ。いやー、まずい。まだ勝ちの目はある。みんな、なんちゃん、もうあとちょっと終わり。もう楽しい戦いも。やったのか。うん、嘘。あー、なんとか。やだ。うわー。やだ。それ倒せないのはやばい。負ける、やだやだやだ。師匠、え、マジか。ドラマいいっすか、自分。あれ、マリオあるからな。あー、はい、嘘。ごめんな。悔しい。なんちゃん、お任せだったらすぐできるって。やりたい。食い気味でごめん、ちょっと食い気味だったわ。あー、お互い強いね、キャラが。強い。お任せランク高い。ねえ。これはどうだ。いや、長い。待ってください。お願い、お願い。ごめんなー。